いやいろいろ紹介してもらいましたけど、もう一つ注目番組がスタートするんですね。はい、オタクインイングリッシュという番組です。はい、オタクインですか。いや、それ聞こえたでしょ。聞こえたけどオタクインよくわからない。そうですね、あのオタク文化をアイドルが紹介して外国人が学ぶという新感覚のバラエティ番組で、あさっての深夜0時30分からスタートします。はい、こちらはイントロダクションの顔合わせ会を収録している様子です。出演者は桃色クローバー Z の妹分、私立恵比寿中学から小林加穂さんと中山理子さんです。ジェスチャーを交えながら、ね、はい、コミュニケーションを取ってるっていうのが伝わってきますね。身振り手振り一生懸命、はい、やってるのが微笑ましいですね。2020年のオリンピックを前に海外との接点が増えてくることを睨んで、クールジャパンではないんですけれども、アイドルや盆栽、プロレスなどと様々なオタク文化の独特なフレーズですね。例えばアイドルでしたら、あなたの推しメンは誰っていうのを Who is your 推しメンみたいな感じで英語で練習したりですとか、まあ、その他外国の方をアイドルのライブに連れて行ったりして印象を聞くなど、ゆるくてなんとなく英語が学べるような内容になっています。なるほ ど、まあ、一般的な英語を学ぶ番組は多分いろいろありますけど、こう文化に特化したっていうところが面白そうですよね。初回はあの番組のロゴを作ったり、主題歌を即興で作ったり準備をしていました。もう必見ですね。はい、また今週月曜日には都内で番組の記者発表も行われまして、私立恵比寿中学の2人が番組の抱負などを語りました。2人は英語はどうなんですかね。あまり得意ではない、むしろ苦手だそうですけれども、まあ、世界進出を目指しているみたいですね。なんか中山さんはいつかカナダのオーロラの下でライブをしたいというふうに言っていました。この番組をきっかけに英語を、ね、上達してもらってね。カナダだったら英語圏ですから、そうですよ、この番組で勉強していつかね、そうですね、叶うとそうですよね、はい、きっかけの番組かもしれないですね。そうですね、この2人の成長ぶりにも危険ですね。そこも楽しみですね。そうですね、はい、いろんな楽しみ方がありますね。はい、そして今回2人からメッセージが届いています。ご覧いただきます。テレビ埼玉をご覧の皆さん、朝のチャイムが鳴りました。私たち私立恵比寿中学の出席番号11番小林加穂と、出席番号12番中山理子です。はい、ということで、はい、オタクイングリッシュという番組が始まりました、はい、始まりますけど、はい、私はあの英語も喋れないので、うん、楽しく学んでいけたらいいなと思うんですけど、私も英語をね習得してもう英語もペラペラ喋れますってなりたいですね。世界にね、はい、行くかもしれないっていうことで、はい、じゃあぜひ見てください。気合十分で、ね、ぜひ上達していただいて、ペラペラ2人が喋ってる様子もね、そうですね、本当に海外でライブしたらすごいですよね、叶えたらね、期待したいですね。楽しみですね。で、海外とのコミュニケーションということで工夫もあるんですよね。はい、番組はツイッターを日本語版英語版の2つで発信しているほか、関連動画を世界で配信するなど、海外を意識した内容に なっております。なるほど、はい、ぜひそちらもチェックしてください。そうですね、またこのツイッターの方もチェックしてもらって、はい、番組をより2倍楽しんでもらえればな、ね、と思います。面白い番組が目白押しですので、皆さん、ね、はい、ぜひチェックしていただきたいと思いますね。はい、以上、テレタマの春の新番組をお伝えいたしました。稲葉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。